こんにちは今日はですね、私の新刊が出ました、ここにある巨像のロシア革命、えー。皆さん見てすぐ気づかれると思いますけれども、表紙にレーニンではなくて、チャーチルとウッドロー・ウィルソンがあります。皆さん、不思議に思われるかもしれませんけれども、ロシア革命を起こしたのはこの2人ではなかったのか。 ロシア革命を成功させたのはこの二人ではなかったのかというテーマでえー今回この本を書き上げました。まあ私といつもコラボしている茂木誠先生にも推薦をいただいております。皆さんねあのロシア革命っていうとなんか身構えてしまいますけれども、この本を読んでいただければえなんだこんなことだったのかと。 いうふうに思えると思いますぜひ一読してみてくださいで、それではいつもの私のスタイルでこの本を紹介したいと思います視聴者の方には私よりもう少し上の世代の方も多いでしょうみんな学生運動に関わったあるいは巻き込まれた経験をお持ちだと思います私は典型的なノンポリつまり政治に無関心な学生でした 学校では校門前に縦看板が林立していました。その周りではメガホンを手にしてアジ演説をするヘルメット姿の学生がいました。ヘルメットにはセ府トの名前がはっきりと書かれていました。縦看板には異様に角張ったゲバルト文字が踊っていました。まあゲバルトはドイツ語で暴力ですから、 ゲバルト文字は革命家を気取る学生をサブリミナルに奮い立たせていたのでしょう大校内では覚悟を持った男たちが敵対するセクトの学生を追い回している現場にも何度も遭遇しました運悪く滅多打ちにされた学生の流した血,を血だまりを見たこともありました運動に熱中する彼らの口からはすられるレーニン スターリン、トロツキー、世界革命、ブルジョワ革命などといった言葉は外国語のように聞こえてきました。私が学生運動に関わらなかった理由は単純です。彼らの目が釣り上がっていたからです。口角、泡を飛ばす男や女は何か物の毛に疲れたようで何の人間的魅力も感じませんでした。 人間的魅力のない男や女の解く理想社会がユートピアであるはずもない。そう思いました。彼らは懸命に理想社会を語り、異論を許しませんでした。この非寛容な態度、こんな人間たちの近くにいてもつまらない。そんな感覚があったからこそ、学生運動とは無縁の生活でした。 ノンポリの学生でしたがなぜロシア革命1917年に起きましたけれどもあのロシア革命が起きたのか不思議でなりませんでしたロシア革命を主導したのはロシア共産主義者の中でもボルシェビキという少数派閥です彼らは世の中を改良する素晴らしい魔法の設計図があると考えました その設計図は頭の良い共産主義者によってしか理解できないだからこそバカな大衆の前衛となって世の先頭に立って暴力革命を起こさなくてはならないそういう態度を取れとボルシェビキの指導者レーニンが仲間を叱咤しました愚かなる大衆を職業革命家が先頭に得って導くことで革命が成就できる それが彼の訴えでした。常識的に考えて目を三角にした職業革命家のそばに誰も近寄りたいとは思えません。私はなぜロシアの大衆が目を三角にした職業革命家集団ボルシェビキを支持したのかずっとわからないままでした。この疑問を解決するには実際に何が起きていたか調べるしかありません。 当時の事件の連鎖を丁寧に追ってみると私の思った通りでしたロシアの大衆は決してボルシェビキを支持していませんでしたロマノフ王朝の帝政から穏やかに立憲政治に改革する暫定政府を応援していたのです1917年3月、まあ、ロシア歴では2月ですが1917年3月の革命以来民衆はそのような態度をとっていました 前進的改革を目指した暫定政府でしたがこの新政府にイギリスとアメリカが対ドイツ戦争を続けろとししました1914年から始まった対ドイツ戦争つまり第一次世界大戦ですが対ドイツ戦争は長期化していました。 ロシアはよく戦いはしましたが劣勢を続けていて1916年の後半には国民は戦争をやめたいと考えていました軍にも厭戦気分が蔓延していましたその思いがまとまったからこそ3月革命が起きロマノフ王朝が倒れたのですそうでありながら暫定政府を主導したケレンスキー首相は 戦いの継続を決めてしまいます。イギリス、アメリカ、両国からは、戦争継続せよ。そうでなければ、金銭支援などを打ち切ると、脅かされていたからです。戦争をやめたい国民、続けざるを得ない暫定政府、ここに付け入ったのが、レーニンに指導されたボルシェビキでした。対独戦争即時中止を訴えました。国民は、 この主張には頷いたのです決して労働者の楽園を歌う共産主義国家建設を支持したわけではありませんボルシビキへの国民の支持は最も高い時でさえ4分の1を超えたことがありませんでしたボルシビキが政権奪取後多数派であった恩恵改革派を徹底的に弾圧したのはそうしなければ権力が維持できなかったのです 私はボルシェビキが権力を握るまでの過程とそれを結果的にアシストしたイギリスとアメリカの対ロシア外交をドキュメント風に描きましたまあ何だか面倒な内容かと思われるかもしれませんがそんなことはありません吉村明さんという小説家をご存知でしょう この本を吉村さんの歴史ドキュメントのように仕上げましたから、まあ、小説のように読んでいただけると思います。もちろん歴史書として参考にしてもらえるように出典は細かく示しておきました。ぜひ読んでみてください。一読してもらえばいかにイギリスとアメリカが愚かであったかがわかります。彼らが おかしな外交を展開しなければ、ロシア革命など起こりようがなかったことを理解していただけるでしょう。実は現代の状況はロシア革命当時によく似ています。ウクライナ戦争ではイギリスとアメリカが最後まで戦い抜けとゼレンスキーの尻を叩いています。その指導にゼレンスキーは逆らえません。 彼も沿線気分に満ちた国民あるいは軍人によって倒され亡命を余儀なくされるかもしれません歴史は繰り返しますこの本の表紙がレーニンではなくウィルソン大統領とウィンストン・チャーチルだとお話ししましたなぜ二人が表紙なのかは一読していただければよく理解していただけると思います